当時、私が大臣であった総務省に、えー、正確性が確認されていない文書が保存されていたということは責任を感じております大変申し訳ないことだったと存じますまた放送法の政治的公平性をめぐり2015年5月に極端な場合1つの番組でも政治的公平に反すると判断する趣旨の答弁をしたことについては 自分で責任をもって判断をして答弁させていただいたと強調しましたさらに参議院本会議で自身に関する文書は正しい情報ではないと改めて強調した上で大臣も議員も辞職すべきとは考えておりませんと述べましたニュースディグ